ほい、パチ。はい、どうも、ナイパチです。お前が連れて行きたいって言ってた、はい、ところ来たけど。来ましたね。ここだけは徳さんを連れて行きたかったんですよ。ここはちょっと多分違いますからね。やばい、はい、やばいやつ、はい、一種格闘技戦みたいになります、ね、やばい。競技違うじゃんお前、はい、いいの俺ら来て。ただ違う感覚を鍛えて、ちょっと行くか。そしたら、はい、行きましょう。行こう、はい、はい。そしてこの日にトレーナーとしてついてくれたのがこちらの山田さん。えぐい、真面目な時は殺されますか。腕見てみ、腕これこれどうなってんの、見たことない。はい、こちらが山田先生です。現役の格闘家でいらっしゃいます。実はこのトレーニングジムで使われているこのケトルベルというダンベルに取っ手がついたようなもの、これを使ってトレーニングをこの日したんですが、これ実は日本ハムファイターズの斉藤佑樹投手がこのオフトレーニングで使っていた器具と同じものだそうです。はい、こちらのトレーニングなんですが、下半身から上半身へ力を移動させていく、そういったことを鍛えるトレーニングになっております。主に骨盤、股関節、そういったところを使って体重を、力を移動させていくというような形ですね。野球においてやはり打つこと、投げること、走ること、全てにおいてやっぱり体重移動というのは下から上、下から上、こういうふうなことなので非常にいいトレーニングだなと思いました。ただこれ非常に難しいんですよね。お腹を這い込ましつつ胸は張るということでね、体の使い方を勉強しながらトレーニングをしました。はい、そしてこちらの山田先生なんですが、ただ単に、筋トレをしてですね、筋肉の量を、多くしていくというようなトレーニングではなくてですね、まあ、今回に限ってなのかもしれませんが、しっかりと体の軸を中心に置いてバランスを保った上で関節を利用して力を移動させていくと、まあ、連動させていくという言い方をされていましたけれども、そういうトレーニングをこの日はしっかりとさせていただきました。野球においてとても大事なことなので本当に勉強になりました。この日は、はい、そして最後にやったのが、サーキットトレーニングというものですね。この日やったトレーニングを一気にやるというなかなか過酷なトレーニングでした。この日実は1時間半ぐらいトレーニングをしていたので、ちょっと内容的には割愛させていただいたんですが、全て連動性のある、そして軸を中心に置いたバランスを取った筋力トレーニングというふうなことをやってまいりました。どうぞサギットトレーニング、我々の苦しむ姿をご覧ください。はい、この種目もですね、腕の力で上げるのではなくて振り下ろされたその流れを使って下半身で持ち上げると、これは力の連動が身につくトレーニングですね。そして次は足を交互に前に出して、でこの時に、しっかり股関節のストレッチも意識して、と、そして、前もものハムストリングを使ってジャンプする感覚でやってください。一個一個意識するとね、2倍にも3倍にもきつくなるんですよね、トレーニングっていうのは。そう、これに関しても動き自体はちっちゃいんですけど、しっかりと軸を真ん中に置いてですね、股関節を
ちょっと入れてひねる感じですね。これがきつい。もう悲鳴上げてますね。はい、そして続いてはバランスのトレーニングですね。これも軸をしっかりと、支えている足の内側に置いてやってくださいと。これやっぱね、なかなか難しいんですよね。普通に歩いたり普通にスポーツしてるとどうしても足の外側に、体重が乗っかってしまうそうです。なので、それを矯正するために、また軸をしっかり作るためにこういうトレーニングをしますというふうに先生はおっしゃられてました。ケトルベルを前に持ってスクワットしてるんですが、これ膝が常に曲がった状態で上下運動してるので、これ休まる時がないというか、小さな動きなんですけど地味にやっぱり来るんですよね。これも股関節と軸を意識したトレーニングということですね。まあ、ライパチに連れてきてもらったんですが、僕としてはすごい勉強になったトレーニングだったので、まあ、きつかったけどもライパチを許そうというふうに思っています。たまにこういったトレーニング動画も上げていきますので、よろしくお願いいたします。本日の動画は以上です。チャンネル登録、コメント、LINE の質問まだまだお待ちしております。以上、徳さん TV でした。